よいしょ。皆さんこんにちは。もう年末ですね。僕は予定では今日帰るはずだったんだけど、ちょっといろいろやることが終わってないんで明日にずらしました。で、荷物が Amazon から届いてたんですよね。ちょっと開けてみたいと思います。これやそうミニマリストになるって言ってね、整理して早速お買い物。ただこれはちょっとね、今後に必要なものなんで買おうと思いました。おりゃおっと、はい、じゃじゃん、バランスボール、これを買いました。今までこっち側の机でパソコンの作業してたんですね。ただ今後は作業の机とこっちは勉強用の机で分けようと思って、でここは今まで通りこのねゲーミングチェアっていうんですかね、この椅子を使って向こう側作業ですかね、かなり集中できるように、まあ、小さい机で離したんですね。で作業するときはこのバランスボールで、椅子代わりにしてね使いたいと思います。早速置いてみましょう。ということで早速こちらのバランスチェア、バランスボールから組み立てていきたいと思います。そう、本当はバランスチェア、こっちの膝を当てて背筋が伸びる、そのチェアにしようかどうか迷ったんですけど、結構ね、その高さとかが調整が難しそうだったんで、こっちのバランスチェアにしました。バランスボールにしました。どうやってもいいんですかね。なんか変な、よし、でこれ買ったやつはストッパーがついてるんですね。これ膨らましてここに乗っけて固定できるんで椅子にちょうどいい。で企業とかでもねバランスボールをね導入するところが増えてるらしくて、まあ、集中力アップっていうか体幹を鍛える、まあ何かしら、ね、疲れはするだろうけどメリットが多そうなので、ね、作業の方にはこっちの、ね、バランスボールでやっていきたいと思います。これは結構大変な作業だ。さあということで出来上がりました。これ膨らませるのに大体20分ぐらいかかりましたね。意外とね手作業でこういうふうにやってるとめっちゃ時間かかる。で、この下の真っ赤のこれがねストッパーなんです。さあこれこの無印の机の高さと合わせると抜群、ぴったり、あ、もうほんとぴったりさせてくれる、よかった。で座ってる感じだとやっぱここにちょっと力が入るんですね。普通にあっちの椅子だと楽にダラーっとされちゃって姿勢が悪くなるんですけど、これだとやっぱりこんな感じが入ってくるんですよ。ただ下のストッパーがない方がいいのかな。まあちょっと使ってみてまたね感想などお伝えしたいと思います。ただ今回のメインはこれじゃないんですよね。まだいろいろあるんで紹介したいと思います。よいしょ。柔らかポッキーミディでもなくて、セブンイレブン期間限定ヒレカツエビフライ弁当でもないんですよね。でもねこれめっちゃうまい。こちらも買ったんです。ああ開かない。ダダン、マックのケーブル類ですね。僕 MacBook Pro に変えて、で対応するケーブルが USB-C になったんですね。なので USB-C になったら 29W で少ないやつなんだけど、これでも充電パソコンができるってことで、これとあと USB-C 同士のケーブルと、あとは USB-C とライトニング、このセットを買いました。この3つを持っておけば iPhone と Mac は完璧、充電環境は完璧な、これをね常に持ち運んで常にどこでも作業できるように配達しましたです。でこれこちら Amazon から届いたやつ、これは今日使わずにちょっと明日やろうかなと思いますね。明日実家に帰る前にこれねある装置を買ったんでね、これを1本取ってから実家に帰りたいと思います。なので今日はこの、バランスボールと Mac のケーブル類とミディとヒレカツと、これじゃないです、これじゃないです、これじゃないです、こっちメインはこっち。あ、つかない。で切れてる。私スマートフォンとお別れをしようと思いまして、私が使ってる iPhone 7、 そう私はもちろん捨てるわけじゃないんですけど、家の中ではもうスマホをねなるべく使わないようにっていうルールをね設けようと思うんですよ。もうスマホが大好きすぎちゃって、もう大好きなんですよ iPhone が昔から。だから暇さえあるとついつい触っちゃう、用がなくても触っちゃう。でそうするとやっぱこの1年間感じたのは、なんていうんですかね、もうスマートフォンに自分の時間を奪われちゃうというか、楽しいからいいんですけど、もっとなんか違うことに時間を投資したいなと思って、で今度から家に帰ってきたらスマホはもうここに置きます。もう充電スタンドがここなんですよ。なんで家に帰ってきたらここに置いて充電器さして、で扉を閉めます。でこっち側に来るということですね。扉をしちゃえばね、なかなか気軽には触れなくなるんで、もちろん用がある時はここに来てね、連絡などするんですけど、もう LINE とかもパソコンに入ってるんで、もうスマートフォンじゃなきゃできないってことがあんまりないんですよね。もうパソコンさえあれば。なので家の中ではなるべくスマートフォンは持ち歩かずに、ここで蓋をして、でここで作業して体感を鍛えつつ、で向こうでは、ね、いろんな趣味とか勉強とか、ここで使う時間をね2017年は大切にしたいんですよ。そうだ、僕 iPhone7 が好きすぎて昔からずっと触ってたんですよ。なんで好きすぎるがゆえの距離の空き方好きな人とねいつもべったりっていうのもねいいんですけどね、ちょっと距離を空けてお互いを見つめ直す、自分の時間を大切にするっていうのも大事かもしれないそうなんですよね。だから iPhone7 は家の中ではお別れ、棚にしまって iPhone でしかできないことっていうのはあんまりないんで、代わりに連絡とかはパソコンでやって、ただパソコンともちょっと距離は空けて、今まで一つのこの机の上でやってたことを切り離して、向こうがパソコン編集の作業で、こっちはアナログな環境で本を読んだりだとか物を書いたりだとか、なんかいろいろインプットするためにそういう場をね設けました。これがどうなるか、どういうふうに循環するのか、自分の中でねプラスになるのかどうかもまだ分かんないですけど、ちょっと試してやってみたいと思います、ね、いろんなことを試していきたいと思います。ということでぜひ楽しんでくれたらチャンネル登録、そして関連動画、そして、初めから見える再生リストもあるので、ね、ぜひよかったら見てください。楽しんでくれたらグッドボタンをお願いします。それではまたお伝えします。バイバイ。